ミロシュベリコビッチは、スイスバーゼル出身のプロサッカー選手。ベルダーブレーメン所属。ポジションは、DEFMF。セルビア代表。2011年に、FC バーゼルの下部組織から、トッテナムホットスパーの下部組織に移籍した。2014年4月8日の、ホームサンダーランド AFC 戦で88分に、パウリーヌと交代し、プレミアリーグデビュー。 5月11日のアストンビラ FC 戦で62分にサンドロと交代し出場したが、これがトッテナムでの最後の試合となった。2014年10月16日、フットボールリーグチャンピオンシップのミドルズブラ FC に3ヶ月の短期レンタルで加入。しかしグラントレッドビターからポジションを奪えず、契約は延長されることなくトッテナムに復帰した。2015年1月20日、 シーズン終了までの契約で、チャールトンアスレティック FC に、レンタル移籍。しかし、出場3試合目で肩を負傷し、戦列からの離脱を余儀なくされた。2016年2月1日、ベルダーブレーメンに移金30万ユーロで加入。契約は3年半。9月24日、VFL ボルフスブルク戦で、スタメン入り、フル出場し2から1の勝利に貢献した。 ベリコビッチは、セルビア人の両親のもと、バーゼルで生まれた。U16 年代では、出身地であるスイスの代表に選ばれていたが、後に、両親の祖国であるセルビアに変更した。セルビア代表の一員として UEFAU-19、欧州選手権2013及び FIFAU-20、ワールドカップ優勝を経験した。ベリコビッチは、 すべての試合センターバックとして出場した。ありがとうございます。